今日は藍のたたき染めをします。じゃあまず藍の葉っぱを取りに行きましょう。藍っていうのはもう本当藍染めの藍で、これなんですけど、うちはふさふさと育ってます。だいたい4月5月に種植えて、もうほったらかし、あとは雨の水だけでこんなに育ちます。ただ土と日当たりが大事かな。でこうバシバシと切っていきます。上の方の葉っぱが使いどころかな。下の方はねちょっと色が出にくいです、たたき染めに。はい、じゃあこんな感じでこれを染めてたたき染めに使いましょう。それでは早速藍のたたき染めやってみましょう。これ私友達に教えてもらってからめちゃくちゃハマってしまって、去年なんとこんなにたくさんたたき染めをしました。でまあ今年も藍がすくすく育ったのでたたき染めをしていきたいと思います。でまず上の方の葉っぱの方がなんか染まりやすかったので、上の方の葉っぱをこうやってちぎります。ちょいで、一番最初はスタンダードにこの葉っぱの形で叩いてみましょうか。で葉っぱを置いてラップをします。ピシッね、こんな感じ。ラップをしたら金槌ですね。これさ、まあ、先っちょが平らな金槌の方が絶対叩きやすいと思います。で葉っぱがぶれないように、ぶれないように一気にダン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 、葉っぱがぐちゃぐちゃになるまで叩きます。でラップを外すと葉っぱがくっついてますね。でこれはペリッとおしまい。こんな風に、まあ、ちょっとこれムラができちゃったけど、叩き染め、葉っぱの綺麗な色が出てきます。じゃあもう一回やってみましょう。まあ、同じラップでもいいと思います。こうやって乗せて、これ裏表、まあ、どっちでも多分ある程度つくんですけど、私は葉っぱの表を上にしています。音がね、ずれないことがポイントです。はい、めくってみましょう。あ、今度葉っぱがこっちについちゃった。こんな感じ。あ、綺麗ですね。こんな感じです。透かすとすごく綺麗です。すっごく綺麗。カーテンにしてもいいかもね。じゃあもう一回叩いてみます。これ3つだけじゃ叩いてみましょうか。単純な葉っぱの形の叩き染め。はい、最後、じゃあ一気にいきますよ。トントントン。だいぶいったね。ストレスね、ストレス発散にもちょうどいいんじゃないでしょうか。はい、じゃあめくりますよ。ピロ、あ、綺麗。わあ、すっごい綺麗ですね。こんな感じ。これが簡単な葉っぱの形のまんまのたたき染めです。じゃあ次、形のたたき染めやってみましょうか。これどこででも売ってる綿のハンカチです。絹の方が多分色はすごい綺麗に出ると思います。染め物ってタンパク質が多い方がね、なんか綺麗に出るそうですよ。次、私のおすすめの猫ちゃんのたたき染め。これね、耳を切ります。こんな感じかな。ちょっと耳が大きいかな。
こんな感じでね、猫ちゃんの顔を作ります。で、ラップをしていきますね。あ、別々の方がいいかしら。ちょっと待ってね、これでいきます。まあ、一個、やっぱり1個ずつがいいですね。ずれるから結構叩いてると。はい、次。なるべく平らな台を用意して、平らな金槌を用意すると、こういうふうにうまく染まります。で、これが耳です。次、顔。こんな感じかな。ラップを敷いて、ラップはもうずっと使えます、ほとんどね。こんな感じ。はい、綺麗に染まりましたね。ちょっと顔の平べったい猫ちゃんですね。もうちょっと整えましょうか。この辺の上の方のね、葉っぱを使います。葉っぱの根元はちょっとね、染まりが良くない、まあ、水分が多いんでしょうね。ので、ちょっとね、控えめに。じゃあ、こっちも染めます。簡単。なんか彫刻がボロボロ落ちてます。あ、綺麗にいきましたね。で、透かしてみます。こんな感じ、猫ちゃんっぽい顔ができました。これにボタンとかつけてね、目つけてもいいし。じゃあ最後、お魚さん。これもめちゃくちゃ簡単です。葉っぱをちぎって、ハサミで尻尾とお顔、尻尾とお顔、まあ、こんな感じかな。普通に魚の形にして、上の方にしようか。ラップちょっと汚くなってきたので変えます。よし、じゃあお魚やってみましょう。繊維がね、ギュッと潰れるまでいきますよ。こんな感じね、魚さん。猫ちゃんは色が変わってきたの分かりますかね。これね、最初に叩いたこの色、すごく変わってきてますよね、青くね。これ最終的に緑じゃなくて藍色になってきます。こんな感じでね、不思議ですよね。じゃあ動物やってみましょうか。で、私はまあハンカチもおすすめなんですけど、毎年服がね、アトリエで使ってるとめちゃくちゃ汚れるんですよ。なので、お洋服もね、やってみましょう。例えば胸に、これ染める素材は多分ポリエステルとかだと色があんまり染まらないかもしれないですね。綿とか、まあ普通のリネンとか、あとは絹とか、そういう天然のものだとやっぱり染まりやすいです。じゃあ動物さん、ちょっと最後やってみましょうか。これ体、
顔なんかこの辺は結構鹿が出るので鹿っぽい。感じ。こうして首でつないで、もうほんとね切り絵みたいな感じでこうやって形を作りながら絵を考えていきます。足ね尻尾とかね、もうすっごい簡単なんで、お子さんと一緒にお家でやったりとか、まあ、大人の方の方が力があるのでね、叩く時は結構コツがいるというか、ずれるのがねたまに難しいです、まあ、こんな感じとかやってみましょうか。なのでずれを防止するっていうのがすごく大事です、叩くときにね。じゃあやってみましょう。足からで、めんどくさがらずね、あらら、一個ずつ叩いた方がいいと思います。やっぱりずれるのでなんか重ししときます。はい、やってみましょう。よし、これ足。あ、結構この生地すごくズバッと染まる生地ですね。リネンかなこれは、うん、叩いてる心地でだいたい分かるようにねなってきますよ。リネンですね多分。よし、愛は種は私は最初ネットで買って、その後はもう毎年花が咲くので、花の時期が終わったら茶色くなった頃に種を収穫してます。それでね毎年こうやって叩き染め楽しくできます。ずれずれずれるなと言ったはずなのにね、ずれております。足首ですね。うん、すごい染まりやすい素材ですね。こういう時は結構楽です。よし、最後。頭。慣れてくると勢いよくできるようになってくると思います。結構輪郭を意識して叩くとうまくいくかもしれません。輪郭が鈍いとちょっとね絵が弱くなるというか、鈍い絵の感じになります。で最後尻尾、なんかちょっと走ってる感じの鹿になりましたね。うん、こんな感じ。どうでしょう、鹿っぽい感じにできました。ちょっと背中が弱い。
でこういうなんかちょっと弱いところがあった時は後からね叩き足してもいいですよ。こういう風に形に合うところを、まあ、当ててで上から叩いちゃうと、こんな風に追加で叩き染めすることもできます。この辺かな。手を叩かないようにだけね、今私手を叩きそうになりました。こんな感じで鹿が走ってる感じとかの胸の模様ができました。これアトリエでまた大事に着ようかなと思います。まあ最初にじゃあやったやつ色を見てみましょうか。こんな感じ。これもっと色が多分青くなってきます。でさらに石鹸で洗うと、あのもう本当に藍染めの青い色がね出てきますので、すっごく簡単なあの染め物、一番簡単かなと思いますのでね、ぜひやってみてください。洗ったら色落ちしますので、最初は手洗いで洗って、で青く藍色になってきた頃にはもうあの何回洗濯しても洗濯機に入れても大丈夫になってきます。ぜひやってみてください。